今から、ワンシャンのサイドシャンプーをやっていきます。必ず、この左手をカバーして耳に水が入らないようにしてください。泡は、立ったらネープまでしっかりつけてもらうようにお願いします。はい、まず1線目から洗っていきます。で、顔周りは泡が飛びやすいので必ず左手でカバーをしていただくようにしてください。次2線目になります。3線目です。次4線目です。で、レープになります。メイプはこの耳の後ろから逆の耳の後ろまでしっかり洗ってください。で、戻っていきます。手洗いをして終わりです。
と耳の後ろに、終了です。